こちらの本ですね、うん、老子道徳教を元に、うん、はい、あとこれとドリアン助川さん、はい、詩人ですね、うん、が書いている、バカボンのパパと読む老子、はい、この2冊を元に今日は老子第1節第2章だけを取り上げて、はい、隊長と私この2人、はい、見え方が全く違うんですね。見え方が全く違うのは動画やり始めて思いました、はい、この一つのものを一緒に見てるはずなのに、うんうん、見え方感じ方考え方が全く違うので、うん、はい、それが面白いなと思ってやってるんですけど、うんうん、多分この見てくださってる方も、うん、多分一人一人全く違うと思うんですね。そうそうそう、はい、なのでその方がこの老子を生のままで読んだ時に、はい、どう思うかっていうのを話せるといいよねと思ってます、はいはい、老子を感じようと、はい、というところで今日は第2章、すべてのものは天の下では美しいものは美しいものであることを知っているが、それは醜いものに他ならない。これと同じくすべてのものは善は善であることを知っているが、それは悪に他ならない。あるとないからすべてが始まる。不可能と可能はそれぞれがあって成り立つ。長いものと短いものはそれぞれがあって形になる。高いものは低いものを従える。高い声は低い声とともにハーモニーをもたらす。前にあるものは後ろにあるものを従える。聖人は無為の人となり自分の教えを広める。生きとし生けるものは聖人に服従しいつも聖人の意のままになる。聖人は多くのものを生み出すが何も所有しない。多くのことを行うが成し遂げたことを誇らない。功績をあげるが自分のものにしない。聖人はどこにも立ち止まらない。それゆえ自ら望まないところに行く必要がない。はい、ではドリアン助川さんがどう訳したか、はいはい、この世のすべての人が美しいものを美しいと思うこと、それから執悪が生まれる。すべての人が善を善とすること、そこから不善が出てくる、うん、同じことであるとないは、うん、共に相手があって生じ、うん、難しさと優しさは相手があってなり、うん、長さと短さは相手があって形になり、うん、高さと低さは相手があって決まり、うん、音と声は相手があって調和し、うん、前と後ろは相手があって順序になる、うんうん、それゆえに聖人は、うん、何もなさない立場にいて、うん、語らない教えを行う、うん、万物の誕生に至っては作為を加えず、育てても所有せず、うん、施しても当てにせず、うん、功績となってもそこにとどまらない、うん、とどまろうとしないからこそ、うん、追い出されないのである、うん、隊長この辺どれが分かりやすかったですか、自分の中に今のやつ。ああ。この聖人は無為の人となりとか言って何言ってるかよくわかんないじゃないですか。なんとなくあるとないから全てが始まる、こっちの方がわかりやすい文章にはなってるかなみたいな。なるほど、詩っぽいんですよね。でもなんかそのかっこよく書いてる感じ、あーなんかじわーって入ってきませんか、はい、わかりやすさで言ったらわかりやすさみたいな感じですよ。なんか、はい、気持ちよくなりたいです。気持ちよくなりたいじゃないですか。わかんないですけどなんていうの、はい、なんとなく入ってきてる感じ、体の中に言葉があれまあいいんですよ。あ、いいですか。はい、老子を今回この動画の中で始めるときに、要は三浦淳さんの例を出してね、要は比較三原則っていう話をして、あの三浦淳さんでも結構そのいろんなものと結局は比較してしまっていて、それをアファメーションのようにね、比較三原則って電車の中でもマスクの中で言ってますみたいなのをおっしゃってるんですけど、結局前回の老子の動画では名前とか形をつけることで結局それは制限を生んでる。本当は無限のものなのに、無限のものなのにカテゴライズしちゃうことで得られるものが人間ってちっちゃくなってるよっていう話をしたと思ってるんですけど、う
あっていう理解でいるんですけど、はい、今回この話はちょっと相通じてますよね、うん、美しいって思うから美しくないが生まれるみたいなはいはい、うん、なんかね、うん、これがいいって思うから悪が生まれるみたいな、はいはい、でねこれね、うん、僕も毎回これやって、はい、うん、そうなんだろうねとは思うんですよ、うんうん、でしょうねと、うん、理解はできるし、うん、そうなるといいねっていうのも、うん、もちろんあって、うん、おそらく人間ってみんなこの頭の中に、僕の中ではその地層みたいなのがあって、うん、はい、地層に近い部分のところが出てると思ってるんですね脳みその中の、はい、が地層になっていて、はい、なんか上の方ってことですか。そう、はいはい、で出てるわけじゃん、うん、考えとかも上の部分が出てると思っていて、うん、この上の部分が、うん、まあなんか我々が動画でいろいろやってるその類型論みたいな、はい、まあ、血液型でいうとなんか A 型がどうだねみたいな、うんうん、の部分が出てるんですけど、うん、もしかその自分の欲とかね、うん、が上の方にあって、でも人間ってこれを地層の上の方をギュッてどかすと、うん、善が出てくるみんな同じもの善が出てくると思っていて、うん、またその哲学の中でその己を認識する己は認識できないっていうのがあるじゃないですか、はい、有名なヤージャーニャ・バルキアが説いたという、はい、僕っていうのを認識する僕は誰も認識できないっていう、僕この僕はね、うん、みんな一緒だと思ってるんですよ。僕はないって話ですよね。ないって言われると、その話は僕はないって話じゃないですか。僕って何ですかですよね。そうです。で僕が今言ってるこの僕って何ですかの僕は、はい、みんな同じものを、あ、クラウドです。クラウド、はい、でみんなこのクラウドを使ってるんですよ。認識はこれがワンネスです、神です。で、はい、これみんな同じものを持ってるのに、うん、戦争が起きたり、うん、最近本当胸クソ悪いニュースでね、はい、なんか26歳の男がね、はい、幼女ばっかりを狙ってね、うん、留守番の、うん、なんか襲うみたいな。そんなのあったんですか。もう本当こいつ死刑と思ってるんですけど、うんうん、なんで人間ってそうなんだろうって思いません？なんか本当胸クソ悪いニュースばっかなんですよ。で愛知県知事選とかを見てもね、うん、なんで出るのがこの人たちって、俺出るよって思っても、うん、600万ねえよなんですよ、はい、なんでそんな涼しい顔でいられますか。何の話をしてましたっけ。わかりませんよ、はい、で、はい、要は言ってることはわかるよなんですよ、はいはい、でも僕は苦しさから逃れられてない、うん、教えはわかった、うん、じゃあどうするか最後に出てくるんですね。でこうしろって話ですよね。違うんですかね。ああ成人はこうしろですかなるほど。2章で成人はこうしろって何を言ってるかというと、うん、そういうことですね。生み出すが何も所有しない、うん、成し遂げたことを誇らない、うん、誇らない、功績を上げたものを自分のものにしない、うん、ただいいと思ったことを淡々とやってるみたいな感じですよね。じゃあもうこの老子の観点からいくと、うんうんうん、年収何億円が語る、うん、絶対金持ちがやらないこととかってあるじゃないですか、うん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 、何百万再生を誇るやつ、はいはいはい、ああいうのは見なくていいっていうことですね。見なくていいですよ。逆に言うと老子的って言うと間違ってるですね、はい、間違ってるとも言っちゃいけないじゃないですか、老子的に言うと。そこなんでしょうね、うんうん、間違ってるって言った瞬間に、そうそうそうあるとないから全てが始まるですね。そう、あれが間違ってるってなると、じゃあ正しいのは何かになるわけじゃないですか。でこれできてない俺苦しいになるっていう話ですよね。生きていくために何が必要かみたいな感じじゃないですか。わかった、うん、僕の中では、はい、そうこういうのを毎回読むとね、うん、確かに間違ってないよ、究極の理想はこうだねっていうのは思うんですよ、うんうんうん、でも So what? だから何って毎回思ってたんですね、まあ、どうしろって言うんだよって。こうしろが確かに書いてありましたね。こうしろ、まあ、僕的には、はい、まあ、こうしろは分かったけど難しいよねっていう感じですよ。こうするのはこうなるのは、うんうん、あ、もこさんも、あ、これを見てくださるようになって、うん、まあ、見え方が、うん、
あるんだと思ったと、うんうん、なるほど。そういう見本になればいいですけどね。そうですね。そのなんか人ってこうみんな自分と同じように思ってるって僕は思ってます。思うじゃないですか。みんな一緒だよねって。だからそれがこの2人を見たらあれみたいなこんな風に思うんだみたいなのが。あ、そうですね、うん、でもいいじゃんっていうことですよね。あ、まあ、そういうもんって話ですよ、はいはい、うん、人それぞれみんないろんな考え方があるので、